ナマサヤのぞみ宮城。合ってます？ Is it right? マレーシアで一番好きな食べ物、ホッケンミーです。はい、さい、うちなちの遠山幸一郎です。アジアで暮らして25年以上になります。これからアジアで暮らすうちなちを紹介していきます。彼らのユニークなストーリーを通してアジアで成功する企業をお伝えしていきます。イスラムの話もされましたけど、まあ、東南アジアで言ったらやっぱりまあ、タイの南部もいますけど、マレーシア、シンガポールにも、30% ぐらいで、まあ、最大 あのモスリムの人口がいるインドネシアとかありますけど、やはりその国によって同じイスラムでもその何ですか、ね、信じる度合いの違いっていうのがちょっとあって、マレーシアはやっぱり一番やっぱり守ってると思うんですね。そういう技術に対して非常に厳しいと思って、そういうのがあって、僕もシンガポールでイスラム教、まあ、マレー系 の友人とかスタッフいますけど、彼らは5回もお許ししませんので。あ、そうなんですか。ですから、まあ、本当はしないといけないんですけど、はいはい、それほど従順ではないというのがあるので、やっぱり国柄によっても同じイスラムでも、まだ東南アジアのイスラムっていうのはまた中東と比べるとまた全然違うと思いますし、はい、そういったものを聞いてるとやっぱり非常に楽しいっていうか、面白いなっていう、ね、そうですね、はい、ちゃんと皆さん経験のイスラムの方が多くて、うんうん、まあ、それが、まあ、文化を残している一つの要素でもあるかな。そうですね、そういうのが一つの文化ですよね、はい、伝統であるのは。そうですか。それじゃあですね、今非常に活躍されて、これからも今話したように今後もどんどん、マレーシア中心にしてマーケットを見ていくとお話しされましたけど、はい、まあ、今後 その、まあ、中期的な目標と、あとまた将来的長期的な夢っていうのをちょっとお聞かせいただけますか。うん、はい、そうですね、まずは今のお仕事でマーケットをさらに拡大していくっていうのと、まあ、東南アジアである程度固まってきたら、うん、今後ヨーロッパとかオーストラリアにも、サービスを広げていきたいなっていうこと がまず一つの目標で、はい、まあ、自分自身の目標で言えば、マレーシアを中心に今は動いてるんですけど、今後拠点を移しながら家族と一緒に、移動しながら仕事ができるスタイルを作れていけたらいいなと思ってます。今ご家族は？あ、これからです。これからですか。了解しました。はい、はい、じゃあ最後にですね、うちなうちのですね、若い世代に対してですね、何かメッセージがあれば、はい、ご経験からお願いします。はい、そうですね、やっぱりうちな若者、はい、私自身が小さい頃から海の向こうに何があるんだろうということをずっと思って、はい、っていうその好奇心がずっと途絶えなかったんですね。はい、なのでその好奇心を持ち続けて、はい、あまり考えすぎずに、うん、まずは飛び込んでいけばなんとかなると思っているので、そういう感じで。そうですね、はい、僕は海の向こうに何かあるって考えはしなかったですけど、素晴らしいですね。だけどそういうところで、まあ、確かに飛び込んでみてなんとかなるっていうのはナンクルナイサーみたいなところがありますね。まあ、たぶん危ない目に遭ってるでしょうけど、ね、はい、まあ、その辺はちょっと気をつけてってことですけど、はい、やっぱりなんくるないさです、うちの精神で、まあ、アジアをちょっと見る、まあ、アジアに限らないですけど世界を見てみるっていうのは非常に大切で、そこからまた沖縄を見るっていうのも大切かなと思いますね。はい、はい、またいつかはこのアジア、東南アジアを中心にして、で世界で身につけた自分のスキルですとか、それを持って帰って沖縄に何か貢献できたらいいなというふうには思っております。素晴らしいですね。ぜひ貢献できたらですね、僕も含めて頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、今日のどうも貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。発展著しいマレーシアで活躍する宮城さん、本当に素晴らしいですね。やはり
ウチナー女性はアジアに合ってるのかもしれません。これから若いウチナーチがどんどんアジアで羽ばたくことを夢見ています。